城壁都市バクー、シルバンシャー宮殿、および乙女の塔はアゼルバイジャンの首都バクーの歴史的建造物に設定されたユネスコの世界遺産である。アゼルバイジャンにおいて国内最初の世界遺産。この世界遺産が設定されているのはカスピ海沿岸の都市バクーの旧市街である。城壁内は一般にチェリシェーヘルと呼ばれている。バクーの街は5世紀頃からあったとされるが、 その存在が確認されるのは10世紀以降である。バクルは、伝統的に現在のアゼルバイジャン共和国先部に、あたるシルバン地方の主要都市で、もともとペルシア人のゾロアスター教徒の多い町であったが、アラブ人とともにイスラム教が到来し、さらに現在のアゼルバイジャン人の直接の先祖となる、チュルク系の遊牧民が侵入した。 1538年までは土着の王朝シルバン朝が首都としていたが、南のアーゼルバー・イジャーン地方に起こったサファビー朝の支配を受け、さらに1585年にはオスマン帝国によって征服された。まもなく17世紀にはサファビー朝の支配下に戻るなど、イランとトルコの政権の間で争奪が続いたが、1806年には、 カスピ海西岸を南下してきたロシア帝国によって占領され、ロシア人主導で近代都市が建設された。様々な民族の支配を受けたことにより、バクウはアゼルバイジャン固有の文化はもとより、アラブ、イラン、ロシアなどの影響と文化が共存する独自の景観を持つようになった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 これに対してアイコモスは以下の胸のコメントをつけた。このか、バクウが石油産業都市として栄えたロシア帝国時代の文化遺産が保護区域に含まれている。ありがとうございます。